今日はですね、日本人の男の子がアメリカ女性にモテるかなんですけど、モテません。モテません。これ本当に人によります。でも本当に人によるんですけど、今日は2つの視点から、性格と見た目、この2つから、僕がここにアメリカに住んで感じたことをお話していくんですけど、まずアメリカ人が僕らを見た時に一番最初の理由は、最初のリアクションは、あ、アジア人いる、中国人いるです。あ、日本人いるとはなんないですね。っていうのも、アメリカ人、アジア人の見分け全くつきません。で、アジア人イコール中国人、まあ中国人がアメリカにすごい多いってこともあるんで、大体そうなりますね。で、やっぱりアメリカ人も同じ文化の人と付き合ってる方が楽なんで、わざわざ文化の違いだったり言葉の壁のあるアジア人をわざわざ選んで付き合おうっていうことにはなかなかなんないんで、やっぱり日本人ってアベレージで、やっぱり身長もちっちゃいし、体もちっちゃい、で下もサイズもちっちゃいっていうこともあって、アメリカ人と比べるとですね、フラの始まりってちょっと下から、平均の多分ちょっと下から始まります。で、次に大きいのは、性格ですね。これが本当に一番でかいです。始まりがちょっと下から始まるって言ったんですけど、全然ここから挽回できるんですけど、ほとんどの日本人がこのスタートラインからどんどんモテないゾーンにずっと自分を押してって、ずっと押してってモテないになってます。っていうのも、アメリカ人と付き合うのに一番大切なのは自信なんですね。これはもう日本人の男性とは真逆で、日本ってやっぱり自信がありすぎると、あんまりいいようには見られないですよね。自信過剰だったりナルシストってよく言われると思うんですけど、このナルシスト、アメリカではすっごいモテます。育ち方の違いもあって、こっちってちっちゃい時からずっと可愛いね、可愛いね、かっこいいねって育ってきてます。で、僕らの世代になってもやっぱり日頃からお互いのこと褒め合ってます。今日髪可愛いねとか、今日メイクいいねとか、お前かっこいいなとか、可愛いねって、そうやってお互い褒め合うことによって、どんどん自分の自信のレベルが上がってきますね。なんで、ほとんどのアメリカ人に聞いても、自分のことかっこいい、かわいいって大体言いますね。アメリカ人の友達に、アメリカ人の女の子と付き合うにはどうすればいいのって聞いたことがあって、彼らが言ってたのは You need to be cocky って言ってました。 cocky っていうのは、まあ自分に羽をつけろみたいな感じなんですけど、例えば自分の能力が 100% しかないとしても、 120%、150%、 俺はこれぐらいできるんだぜっていうアピールをすること、これがすごい大切ですね。で、女の子と付き合うだけじゃなくて、アメリカで住んでて思うのが、ビジネスの面だったり、人と接する時、アメリカ人って自分のことを売り出すのすっごい上手いです。本当はそんなにできないのに、自分をそういう風に宣伝する、自分はこれぐらいすごいんだぜっていう宣伝、すごい上手いですね。やっぱりそういう風にできた、アメリカの文化があるんで、そういうところを見て、僕は日本人はモテないっていう風に結論付けました。で、ここのグループの以外に、オタクっていうのがあります。オタクグループっていうのがあって、もともとアジアの文化に興味があるアニメだったり、K-POP、日本の文化に興味がある人たちは僕らのことをすごい好きです。これはもう会う前からすごい僕らの文化に興味があるんで、スタートがもう7か8ぐらいです。10マックスにして7か8ぐらいから始まってるんで、こういう人たちには日本人すごいモテます。日本男性、アメリカ女性の国際カップルを見てても、やっぱりそういうグループ、もともとアジアに興味があるような女の子からできたカップルが僕はほとんどだと思います。あんまり、日本人男性プラス、金髪美女みたいな、みんなが想像するようなザ・アメリカ人みたいなカップルってほとんど僕はないと思います。で、このビデオを見て、アメリカ人女性、ザ・アメリカ人女性と付き合いたいっていう人は、まず自分に自信を持つこと、それと自分のことをアピールするのを上手くなること、まあ、アメリカ人を見て、勉強するのが多分一番いいと思います。
アメリカ人みたいになれば、のずるとアメリカ人にもモテます。結局そういう話です。こんな感じで今日は日本人男性はアメリカ人女性にモテるかということでした。この動画がいいなと思った人はいいねお願いします。あとチャンネル登録も忘れずに。